さあ今回のゲストは、はい、攻略マガジンの源五郎と松本マッチ。やってくれてますね。やってくれてますね。悪い意味で。悪い意味で。俺？みんななんか怪しい雰囲気ですが。やばい ね、 ね。ちょっと1回目思い出しますね。スローモータックの。まあまあ始めはこんなもんですよ。まあまあまあ。この辺りからエンジンがかかります。塾長が助っ人とタッグを組みパチスロで対戦し勝敗を競うスロモンタッグ。今回は木村魚拓松本バッチチーム VS 塾長源五郎チームのタッグマッチ。実戦ルールは完全自腹のサマイ対決。実戦時間は7時間、一本勝負とし延長戦もあり、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。スローモンタック。さあスローモンタック6回戦4週続いていく中の今回3週目と、はい、ということで、まあ、ここから後半戦がスタートとなりますが、なんで笑ってんですか。元気にいきましょう。元気にいきましょう。はい、私は、北斗にゼウスと、はい、このゼウスですね。ゼウス6万円投資の今当たったところです、はい、持ちコインは0と。はい、バチさんは、はい、私も、バチスクから北斗、はい、投資が16,000、はい、回収が1,000枚ちょいなので200枚から300枚浮いてます、はい、勝っております。ありがとうございます。こっちが今回チームなので、まあ俺がちょっと足引っ張ってるんですね。そっちはどうですか。はい、はい、こっちはですね、私が、はい、刑事から北斗に行きまして、はい、総投資38本、はい、持ち玉0、はい、以上でございます、はい、私小島、エレカセブン、粘っておりまして18,000円投資、はい、持ち込み0、はい、いいですよいいですよいいですよ。若干のおしゃれプラスですね。倍速倍倍速で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 す倍速です倍速倍速でお届けしております。さあ3回戦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 3週目ですね。3週目3週目3週目残り2週となっております。さあここから後半戦。さあ5番戦早いよ。あ疲れた。お話したいんだよ。いや大丈夫ですよね。でも早く打ちたいんですよ。そばっかりさっき早く帰りたいって言ってさっき飲み行こうってな。いやめた。最後の最後でもう一杯コーヒーもう一杯もう一杯行くみたいな。一応でも当たってるんで当たってます、ね、当たってるんで、しかも1200円の当たりだったんで、もし単発あった場合にも2分の1で300円天井になる。多分それ、ね、そこ意識してるじゃダメだよ ね、 ね。だそこがそこすかしたら俺もう確実に帰ります。もうそいつ言いましたけど待たないですよ待たないですよ。ヘリですか。もうこれバー捨ててダーッてもううんこしてる場合そんな時間もないですね。全部捨てて帰ります。帰る帰ります帰ります。でこうお店出るときにも出しっぱで正面しながら帰るけどこうやって正面しながら帰るんで帰るね。絶対やったことあるでしょ。歩きながら帰って50年前行くでしょ。やったんでしょ。どんだけ悪かったよ。逆にあると思うよ俺。悪いやつだよ。ねえ話後半戦。でもチーム戦ってことで考えると、はい、まあいい勝負なんですよね。まあさっきも言ったけどね。俺もう、ね、前回の締めの時にも言ったけどね。いやそれ同じことは繰り返さないと。見てる奴らバカなんで。その凄み方ないでしょ。皆さんこれだけ番組持って見てる奴らバカだから。バカだからって。その凄み方ないでしょ。これは繰り返しもないとね。ってわけで、まあでもどれも一発がある。そうね、一撃で取り返せるぐらいの僕なんかはまだ額なんで。いや自分もですね、まだ、まだ北斗だからね。まあそうですね、まあ、僕ちょっとだひまわりなんちゃらにだいたいこいつ投げたなってなメロスだね。誰が先にひまわりなんちゃらに。絶対ね行くやつは、うん、あの攻めのひまわりなんて言うんですよ。絶対言うんですよ。俺じゃねえか。コメントではそう言うんですけど、いつだらあこいつ終わったなと。あもう投げだよね。投げのひまわり。もう完全に。まあここまでは遊びっすよ。遊びだ。ここから手玉で見せましょうよ。俺でもまあ一個だけ言わせていただくならば、スロモンではこのまま終わったことはないんで。おお。それを期待してますよ。言うね。一発は。
見せたいと思います。居眠りし始めてからですもんね、やっぱり。まあそうですね、居眠りゴッドですね。期待しております、はい、やってくれますよ。お膝元っすから。あ、そうだよね、2人はね。もう編集部はすぐ近くなんでしょ、ね、すぐすぐです。もう癖は熟知してるはずなんで、はい、でしょ。間違いないです。本当は僕も安心して打ってますから。あ、もう掴んだ。はい、掴んだ。大丈夫ですか。大丈夫っす。大丈夫っすか。大丈夫っすよ。攻めのひまわりがあるかもしれない。大した出てこれ。もうひまわりが1ってことは熟知してるはずなんですよ。いや、当たり軽いはずなんだ。あ、そうだ。軽いはずなんて。しかもそこもはずって言ってたから、はずなんだ。中で知られる。これでも、ワンワン隊だから。そうそうそう、だから2とか1じゃないって思わないで言ってたらダメだ。ちょっと俺喋ってなんか黙るのやめてもらう。全部オチ期待してるからね、我々は。オチを期待してる。じゃあこのままじゃあまりにもなんで、はい、最後あの勢い、勢いよく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 言ってもらいましょう。ゲンゴロウさんに、はい、あの後半戦ですね、ドラマが待っておりますので、どっちかわからないですけどドラマがあります、見てください。枯渇よりひでえな。だから不器用かよ。もうさあ、やめません。今回の収録ホールは東京都新宿区にあるオアシススロットクラブ。営業時間は10時から22時50分。設置台数はパチスロ133台のスロット専門店。前代無制限制で目玉の共有移動は OK となっております。オアシススロットクラブでは寝台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい内容は当店ホームページをご覧ください。今1260過ぎて赤7引いて、はぁ、といったところで、ただようやく始まったんで、ここでゴッドを押せばいいだろ。頑張ります。魚拓はゴッドゲームからスタート。後半戦は引き続き東進演武からスタートです。バッチは AT2 セット目からスタート。さあ参りましょう。今日の稼ぎ頭でございます。よし、これは何、もうあらかじめ決まってんの、当たるのは決まってるみたいです。じゃあ内部のモードがあの上位モードにいるとあのデュイに行きやすい。あで高設定の方が上位モードに行きやすいっぽいん で結果的にデュイモードは高設定の方が出やすいみたいな。勉強になるな、ゲンゴロウといると、うん、並びでエウレカと北斗を打つ塾長チーム。俺これもゲンゴロウに見えちゃう。ゲンゴロウに見えちゃうもん。一方バッチは AT4 セットで終了。いや問題はこっからでござるな。個人としてはプラス、チームとしてはマイナス3枚の中、バッチの判断は、これをまあとりあえずそこまで悪いとこないので256まで当たるかどうか試し稼ぎます。さあいるかどうか、50パー。無事2セット目に突入した魚拓。しかし結局ゲーム数もセット数は無限数も世代順に2セット
終了ということはもう1セットでいいから相手に 50% なんで、もう1セット大丈夫やろ。なんなら。ねえよ。ダメ、終わっちゃった。セット終了。その頃、塾長チームは。いやもう完全にどうしたらいいか分からなくなってきたんですけど。どうしたらいいか分かんない。どうしたらいいか分かんない。ひまわりがあるじゃん、君にはひまわりが。マジっすか。とここで塾長が、多分6だけどやめるわ、うんともすんとも言わないでやめます。そして次の台に選んだのはこちら。朝ちょっと動き良かったんで、まあ帰るべきところに帰ってきたって感じですよね。頑張ります。塾長も北斗の拳転生に移動。いやー中段チェリーもう出ねえしな。あ、当たってるな。そこ行くかな。どうしようかな。もうけど200、まあ、アベシとゲーム数が一緒だからもうやめよう。北斗はなんかケンシロウパネルの方がいいのかな。みんな早いしな、当たりが。よし、そっち行こう。ということでゲンゴロウは次の台に移動。よし頑張ろう。もうこれでこれダメだったら今日ダメかな。そんな気がする。4代目に移動となったゲンゴロウ、ここから逆転できるか。一方バッチは、ヘンハはいるけれども、いるけれどもだよ。これダメだろうな。さあ抜けましたけれども、とりあえずまあ伝承なんで、それ落ちるまではってなると、結果ね、もう一回当たるまで追うかみたいになるんだね。ただ悪くないからな。もうこの北斗で走り切るか、あとはひまわりパラダイス打つかにしよう。逆にね、僕が静かになってるっていうことはね、この島を隔てた向こう側で木村さんがそろそろ覚醒してるんじゃないかと僕は思ってる。ゆっくり覗き込むバッチ、そこで見た光景は、通常時打ってました。いやー無理だな、これはね、僕このリード分を守るだけじゃ足りないんだね、きっと。あー60本目。なかなか結果が出ないゲンゴロウ。あーもうどう
したらいいんだよ今日は。今日は全部単発だな。ケイジは7揃いの演出すら言ってないですからね。一方塾長はひまわりなんとかどこだっけ、ひまわりパラダイスはどこだっけ。ついにひまわりパラダイスを探し出す塾長。やべえな、移動する日も近そうだよ、移動する日も。やばいやばいやばい。野球とかってバッティングフォーム見ただけで、ああ、こいつやってるやつな、できるやつだなとか打てるやつだなとか分かるじゃないですか。それと一緒ですね。そのパソコンが上手いんじゃなくて出るか出ないからすぐ分かるって。おい、あーダメダメ。もちろんある程度ね、打ってるか打ってないか分かるんですけど、それ以上のことが分かっちゃってね、出るか出ないかが。なんかあるでしょ、別に知り合いじゃなくても、こう隣にいて、うわこいつなんか来そうみたいな、そういう感じですよ。といったところで、果たして皆さんには今のはどう見えてるのか、弾けそうなのか、ダメそうなのか、俺はどう映ってるんですかね。弾けそうなの、ダメそうなの、どっち、どっち。ちなみに設定は1ですね、おそらく。どうですか。まあでも 1だからって負けるだからね、限らない。1だって勝率4割ぐらいあるんですか。さあそんなのでこのボットゼウスは果たして出るのか出ないのか。もう一つ付け加えるならば、俺は薄付けていいのか、よりうちね今6万使ってる状況でこのゼウスをまだ打ち続けているかどうか。さあブラッシュが始まって1ゲームで終わらず、実は2ゲームで終わる、終わった。こちらは塾長、もうやめた方がいい、やめた方がいい。560、500ゲームでしかも560ですか。ほぼ手が入ってないですか。もそれ1回だけ俺が入れた。でもそれでも朝は調子良かったんですよね。え、朝は結構調子良かったんですよ。あ、ほんと、初当たりは悪くない。分かった。どうなんですかね。まあでもこっから行ったらもう行くしかないですよ。金ちょうだいじゃん、金ちょうだい。金何すか。金だよ金。金よこせっつったんだよこのボケ。君がこの台いいって言ったから座ったんだぞ俺は。いや多分いいはず、いいと思いますよ。僕横目で見てたらいいと思いますけど。分かったよ。ただ僕どもそこそこいいんで。いや1400いったらここもいいんですよ。それは分かる、ビリは分かる。出てる台はいい台だよ。バカ言ってる。じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。根拠が薄いな。いやー。参ったな。根拠が薄い、根拠が薄い。薄いのは髪の毛だけにしとけよ。いやいや、存在感も薄くなるからやめてくださいよ。徐々に存在感も薄くなってくる。もうここまで打ったら打たなきゃダメだって、男たるもの。そういうことらしいよ。こちらは口数も少なく黙々と打ち続けるゲンゴロウ。当たった。いくら？58本。
ゲンゴロウ総投資58,000円、投信演舞スタート。いやー、これがラストチャンスかな。その頃、荒れ始めの塾長は、もうどうせ通常時なんかつまんねえんだからさ、本当金やるよ、金やるから当ててくれって、回したくないよ時間の無駄だよもう北斗さんね、いつもそれ思うね。どうせこれはほら定価にも入らないようなダメな台でしょ、引けねえし、どの人だから確定チェリー1万なら買うね、今1万で買う。矛盾は当たり、あれ金だよねこれ。ということはさっきの中段チェリー取り損ねた中段チェリーがカメラに収められなかった中段チェリーが、おい大失敗じゃねえかお前、いいのか、ほら取れよちゃんと、お前ちゃんと取れよ。いるかもよ、あ、いたいたいた、お683安倍氏、それほぼ B のとこですよ、 B もう伸びない、あのプラス要素です、あの中段チェリーだったからバーカバカじゃん、わざ竹なのに教えてやってんのにやられますよ。さらに塾長のいたずらはこんなところまで。あれすごい、初めて見た、下段下段数3以上でしたっけ、ビタ押しで止まるよビタ押しで止まるからくだらねえことばっかり覚えやがって、こっちは忙しいんだから邪魔すんなやつ。塾長さんには負けません。同時に東進演舞に突入した2人、果たしてどちらが勝つのか。塾長の結果はぶっ壊して、この世から北斗の剣なくなればいいよ、あると打っちゃうからさ、なくなれ本当に。あーもうなんか別の打とうかな、 AT 機とか打ったらいかんでしょう。いや、あの6万円です、もうダメだって、あ、居場所求めようかな。とホールを見回るも打つ台は見つからず、とりあえず二五郎安倍島で北斗打つかな。少し様子を見ることに。ただ俺は諦めてないですよ、諦めてないですよ、まだまだ行きますよ。攻めのひまわり、攻めのひまわりっすね、攻めのひまわりパラダイス、逃げじゃないですよ、攻めっすよ、これは冗談じゃないですよ。これを逃げだなんて言うやつは俺友達になれないですからね、ひまわりパラダイス何やってんの、攻めのひまわりっすよ攻め、いやもう攻めなるまま、攻めなるままいいと思うんですよこれマジでまあ頑張ってるんで、あいつすごい出てるよ今、またレベルいいレベル引いたみたいな調子、こっち喋ってるわ、いい顔してるな、
攻めていいかって言ってるよ攻める攻める。どうされました。いきますよ、ついに何本入れたんですか。いかがですか。本気だよ本気もういいですよ、もうお任せしますよ、お任せしますけど、まあまあ、もう今じゃあ指示して、何言ってばいい僕がですか、これ歌声監督お願いします。おっせーわもう監督もうおっせーっすよ、こっから取り返せる、なんとか15対0ぐらいから逆転できるちょっと秘策を。もう15対0から逆転するってなったら30対0のリスクしょうがなきゃならないですからね。いや違います、1本の人からでしょまずは違います。ちょっととりあえずじゃあ30分ぐらい当たる感覚掴んできてもらっていいですか。あよっしゃ、軽いんで。あよっしゃ、はい、もうなかなか多分その告知だけ見たいと思うんですよ。ですごい軽いんで、ちょっととりあえず1回当てるまでどうか。うわめっちゃ居心地いいな、ここいいな、なんかここに住みたいって感じ。いただきます。これまあ別に難しいことない、ただのボーナスタイプですね。ビーフとレギュラーがあって獲得枚数が若干抑えられてるんで相当甘い。追加は10枚何枚出す気なんですか。いやいや、木村さん何枚出す気なんですか。8000枚ぐらい、8000枚ぐらい、8000枚ぐらい、はい、決まりパラダイス勝負かけました。勝負かけました。諦めたんですか。諦めてねえよこれでまず増やして、あ、軸を作って、ランナー出してからそっからホームラン狙いに行く。あ、まずはこうリスクが低いところから。当たりない、当たりない、任して。これはまあ正論ですよね。でしょ、あ、朝からやってもらっていいですか。いいから回して、回して早く邪魔しないですっげーあれですよ、もうなんかもう台の位置もあるんですけど、いつになくオーラないですけど大丈夫ですか。ちっちゃいみたいになったんですよ、遠くからで。ちっちゃい、ここ住みたいから、あ、ここ住みたいぐらい居心地がいい、うん、最高心配なのは俺より言語録音なんで心配、やばいのか。頑張ろう。わかりました、頑張ろう、大丈夫。空っぽ、いつになく空っぽや。もう無理でしょう、もう僕が少しでも傷を浅くします。スロータック7時間1本勝負ファイナルラウンド。このままでは逆万枚も見えてくる4人、それだけはと魚拓が攻めのひまわりに走る。それを知った塾長と源五郎は